ポッケポッケ、ポッケ、ポッケポッケ。ポッケポッケ、ポッケポッケポッケ、ポッ。あっ、あ、間違えた。こんばんは。あ、やばい、リップおばさん、あれなんだよね。朝配信ばっかりだったからさ。ポッケポッケ、リップなのね。ポッケポッケ。ハッケ、ハッケ、ハッケ。

ハッピー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 いいねずっと楽しみだったよこの時間がちゃんとなんかリップ薄くないなんか今日はさ 夜勤中だけどこっそり見に来た。おっと、最高。寝 <laughs> す、ね、ぎ。ちなみにお昼寝もした。1、一時間半ぐらい。<laughs> え、なんでじゃあ1日の半分寝てる。ハッピー、ハッピー、ハッピー。いいねー。コ <laughs> バさんは、あの、 こまさんはあのー、なんだっけいつもね忘れちゃったなんていうか <laughs> 今日は可愛いでしょこのニット夜寝れるんだこまさんいつでも寝れるんだ外出なかったもうあのなんかもう魂が抜けたように寝てた <laughs> はい今日の今みんなが コマ,のコマビームなんで分かったのわ、まあ、かるかそりゃあの今日の夜ご飯は何でしょう正解は ちち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 ちおおおっとおっとちょっと正解者がいるぞ二つ二つあるんで二つちちそう今正解者が二人いたぞちょっとしかもなんかおい一人置いとけちゃった一人一個だよなんか餃子とラーメン欲張りしてる人がいるハンバーグなんか連絡でいるけど正解は餃子と焼肉です 餃子で餃子はなんかパピーのお仕事の方からいただいた栃木の餃子ですなんかすごいねいや美味しかったにんにく鉄板鉄板組み合わせです餃子はチビ二人が食べないのでお肉も焼きますちょっとだけどねお肉焼くの昨日小池さん行ってきなんかマミーが言ってたあの ねえねえ、コマがおすすめしてた恋人のさ、餃子食べてる人いたよって,言って。てそれだけ足りるよ。え、思い出ない。いやもうコマは、あれ、お肉がすき。え、どうりでニンニクのニンニンやっると思った。あ <laughs> あやばい。 やばい。それはバレちゃダメだ。なんかニンニク強いんだよね、めっちゃ。ニンニク強かった、めっちゃ。コウさんだと薄めラーメンで。なんか毎回さ、パピーがコマが好きって言ってたのさ。うわ藤崎さんが配信始まったっぽい。やばい藤崎さんが見に行きたくなっちゃうね、みんな。どっちに行ってくれるのでだとまだ。だってまだ、まだ、 キャベツ焼きキャベツも焼き焼き玉ねぎも全部まだ食べてないこまお野菜好きなんだよね焼くやつこれですこまのリップの色こま <laughs> <laughs> あそうだよねいってらっしゃいあのこまっちゃんが見たがってたよーって言っといてき <laughs> なんかめ あまだ読みたいけど仕事に戻りまちあ,あらそうだよねまだお仕事の方もいるよね頑張ってねいってらっしゃいねこまこまちゃんこまちゃんのとこいるよねうーん何の色だろうこれなんかひろかに貸してって言われて貸したらあのー、なんか薄いって言われたこ <laughs> まちゃんいつかビスそみたいや <laughs> うるさい今日今日テンション高いんだあの朝はねテンション低いんだ魚コマちゃん薄いねえなんでだろうコマは濃いなって思ってたんだけどなんか深みがない色って言われた多分コマ唇唇ってさあれなんだよなんかもともとの色が あれな人とあれな人がいるんで。コマちゃん当面、はい。通常公演に出ることです。出たいです、通常公演に。出たいね。出たい。コマちゃん、シカとか言ってみる。おっと、4キロ、コマ以外の4キロの名前がたくさんあの入ってる方だけどね。 あの、と、通常公演に出ることです。えー、っと。みはるさんと。みはるさんと。通常公演に出ることです。<laughs> ユニットのあみ、うふう。あきか。 きゃあうれしいはいコマはファンマーク決めましたそういえばあのー、餃子ーザまじギじゃなかったあみんな来てくれたなんかいいね

本当に。餃子にしよう <laughs> 餃子にしようよ。餃子に、あはは悪海苔がすぎない大丈夫悪ノリが過ぎてないありじゃあ、決めました。<laughs> エビと餃子。<laughs> 早く。<laughs> いいよね。最高じゃんね。 今日しか出せないよ今日しかあコマのファンマーク追加してくれるの後悔するエビフライだねえじゃあちょっとさちょっと待ってみんなもうちょっと考えよう確かに後悔する分かんないでも餃子も愛せるだろうけどコマがいつも使ってる絵文字はあのハートがこうやってこうやって並んでくるんってなってるやつちょっと送ってこれだろうなってのを送って ハートがこう2つ並んでてクルンってなってるやつね、ハートが2つ並んでクルンってなってるやつをさ、送あテロップに出すね、じゃああっ、それそれそれあの、それでそれでそれですそれでそれでそれです,れです,れです,れですみんなみんないいよみんないいよ <laughs> ハートコマがいつも使ってるやつを送るまなんかこのテロップ書いてる顔ブスだよねってみんなと話してて <laughs> メンバーと <laughs> みんなかメンバー若いんででもこウさんすごい真剣な顔してるゃうこれ今テロップに出てこれでにしようって思ってたんだけどどう思う ?3 個はさ大変じゃんみんなきっとたくさんつけたい人もいいだろうし2個がいいかなって思ってるんだけどどっちがいい餃子 <laughs>、ね、これにするまョーつけてもいいよ餃子つけてもいい,よ餃子つ,けてもい,いつけたい人は餃子もつけて ただ一応これ <laughs> エビもエビフライもあるエビフライとこれうんいいねいいねかわいいじゃん餃子つけたい人つけて <laughs> 全然嬉しいからきめた理由はなんかコマが一番この絵文字を使うからみんなが使ってくれたら嬉しいハート割れないで 公式にも作用されるのかなあエビフライつけるかそうだねエビエビ挟みすぎじゃないエビで挟みすぎじゃない先エビの方がよくないエビとハート餃子が2個でくるなセンサーにすぎお願いしよう iPhone のケーススマートフォンの方に編集 間違えた餃子って言ったとしてエビ <laughs> と決定あれなんでなんかエビフライ使わなくなってきたそう気づいたメールでも使うんですよコマさんすごいね気づいてくれたの嬉しい嬉しい嬉しいじゃん え、変え変てくれたのすごいねこれであえー、みんな優しいねほんとだ名前とかさやってくれた今日のメール返信えー、嬉しいよファンデーフワコ考えてたことがあるでももう一回ちゃんとママと話し合うわもう一回ママと話し合って明日発表する明日は公演なので朝配信です 帰って来れないかな八時までには餃子つけたい人つけて餃子候補聞きたい内緒いやみんなのコマの塩なエビエビこっちじゃない人もいるエビはエビフライの方ですよほほほほみんな本当にうん決まり餃子つけたい人つけていいよ 最初の頃文字化けしたの、ね、よそうなの明日は6時20分から餃子3まあそれでもいいよ餃子3つつけてもいい気付ける駒は、まあ,あ多分駒だなって公式は公式はエビフライとハートです時計見ようお結構もう時間過ぎてんだねやばいね寂しいね 今日はちゃんと朝なのでむくんでないし、すっきりしてるし、あの、餃子振り。いいよ、何でもいい。普通なファンは餃子もつける。<laughs> いや、みんなもつけてくれてる時点で、ね、普通だから。駒村。いや、ちょっとパクリになっちゃうね。<laughs> アラームしないと、ありがとうね。こんばんは、あなたに100キラキラ。百100って。 キラキラってあのさ貯めてくれるやつでしょ。ありがとう。困りたいかな。いやみんなもう見えてるよ。すっごいなんかいろんな人が。ね、このアバターかわいい。おまちゃんかわいい？本当に？嬉しいね。困らんの。 なななんんんかか <laughs> ありがとねみんな見えてるからね全部あのキラキラも雨飛んできたのもハートもあとなんかマシュマロ飛,んで飛ばしてくれたのもなんかすごい虹色の星くれたのもマシュマロも全部あいつもの人投げてくれてるなとかあれこの人の名前初めて見たなとか見えてるからね全部 <laughs> 見えてるからね全部見えてるよ言ってないだけ。<laughs> 言えよって感じだよね。言えよありがとね。見えてるよ。本当に全部見えてるよ。ネズミーランドか。言えないからね。うわもう優しいねみんな。優しいね。いやみんなが楽しいコマが楽しいのはみんなが優しいから。餃子食べたい。 うん、メールだっていつもへ、返信くれてよね。大竹さんと大竹さんの違い、大いなる違いがあります。歌声に自信、ちょっとだけ。<laughs> こうちゃんのメール迷わ、まあ、ず取っちゃってくださいよ。<laughs> 今日はね。今日は きれな写真を載っね。キロアちゃんと会っ,ったことあるよ。もうちっちゃい頃、もう家に来た時に行った。ほんまあ、で本当赤ちゃんみたいな時にもう会ってる。し今まあでも怖くて触れない。閑力たまに。 でもあの寝てるときにこうやって「シェって <laughs> こことばかり言って「かわいいね!」ってずっとやってるみんな見てくれてるんだね。あのちっちゃい頃さ廊下に出てトイレに行こうとしたらあいや言わない方がいいかな。あの 廊下に、<laughs> ごめんね。ごめん、ごめん、ごめん。言わない方がいいかなって思った。別に嫌なことじゃない、全然。前向きな話なんだけど <laughs>。あのー、廊下に出てね、トイレに行こうとしたらね、大滝家で。あの、キロアがに立ちはだ、立ちはだかれて、こまもう威嚇してるのが目に見えたのね。キロアはこ、今は、あの、今これ言ったら噛んでくるな。 <laughs> だって、もう、コマは、ママ、助けてって叫んだのに、聞こえてなくて、助けに来てくんなくて、コマとキラーの1対1が始まったの。もう、こんな顔して、シャーってなってて、やばい、やばいってなって <laughs>、でも、小学校2年生とかの話だから、やばい、どうしよう。 や,やばいって <laughs> って、もう、バカだから、<laughs> あコマちゃんバカだったから、もう走っちゃったらこうやって、いやーって言って、そらキラーが、こうやってかけてきて、足を、あの、引っかかれて、大泣きしながら、<laughs> ママ、キラーが、<laughs> っていう、事件があって、今でも覚えてる。もう、すごいそこでキラーが怖くなった。 でも可愛い顔可愛いから許せる。もうそじゃあキラーちゃんの猫ポーズ。三二一三二一今日は珍しいスクショタイム。<laughs> 可愛いよねキラー可愛い。 今日はテンションバクバクのコマさんでした。明日はむくみパツパツコマさんです。延長したいよね。コマももう延長したいよ。もうめっちゃずっと喋ってたいんだからコマさん。みんなと話すの大好きなんだうっきゅうきでやってんだから。<laughs> 配信大好き。今日の服、マミーの。これ、また着ていいまたどっかで着るわ。うん、また明日ね。明日はもう全然あるよ。 また明日ねバイビーまた着るねまたやるね明日…間違えたバイバイ